ぱりはるかちゃんってすごいな。さすがは今をときめくトップアイドル。わー、鳥の糞が私のカバンに。はるかちゃんカラーでお気に入りだったのに。ありがとうちーちゃん。どうしていつも私ばっかり。でもむしろラッキーなのかも。だって鳥の糞が当たったってことは運がついたってことかもしれないでしょ。だからきっとこの先いいことがあるってことだよ。はっ、昨日のやったらナイトの視聴者プレゼントのはるかちゃんサイン入りグッズ当たっちゃうかも。だってはるかちゃんはこんなことで落ち込んだりしないでしょ。だから私ももっと前向きになってはるかちゃんみたいなアイドルになるって決めたんだ。